東京新聞の望月です。昨日ですね、熊本県で死体遺棄罪で逮捕され、地裁控訴で有罪判決が出たベトナム人技能実習生リンさんの最高裁への上告審理書の提出と、それから無罪を求める嘆願書の提出というのが弁護団によって行われました。でこれはどの程度事件のことを大臣が把握されたかはっきりしないんですが、取材をする限りですね、このベトナム人のリンさんは2018年の8月に来日しました。でその後2019年の3月に法務省入管として、妊娠等によって技能実習生が不利益を被ってはならないという通知を出しているそうなんですが、管理団体また農家の方からそのような話というのは一切、リンさんまた一緒に雇用された20代のベトナム人技能実習生は聞いていないと話しているそうです。こういう通知の内容がしっかり本人に伝わらない中で、妊娠をしたことを誰にも打ち明けられない中で彼女は孤立出産をしています。しかしながらこれ結果として死体遺棄罪で逮捕起訴され有罪にまで持ち込まれてしまいました。で大臣にお聞きしたいのは、この管理団体、熊本ワールド事業協同組合というところなんですが、この彼らがですね、しっかりと熊本に8000人ぐらいいる技能実習生がいるらしいんですが、特に女性たちにですね、妊娠や出産、意図しない妊娠というのはたくさんあると思うんですが、こういった場合にあなたたちが妊娠したことをしっかり雇用主に伝えて、それは不利益を被らないように手当てされるんですよということを、その実習生に伝えなければ彼女たちが妊娠した時に伝えることもできません。でこれ管理団体側は伝えたと言ってるそうなんですが、弁護団はそのような話をもし聞いていればリンさんは妊娠を孤立して出産する必要はなかったと言っております。昨日の会見でもリンさんは全くそういう話を管理団体から知らされていなかったと言っています。またですね、非常に問題があったのは、死産をしてしまう2日前管理団体側がいきなりその妊娠検査薬で検査をしたらしいんですが、その時に管理団体職員が言ったのが、まだ若いから妊娠したら大変ですからやめてくださいと言ったそうなんです。でこういったことが彼女を孤立させて出産を隠すということにつながってしまったとも思うんですが、まず孤立出産、それから外国人技能実習生の問題、それから特にアジア系の外国人に対する、この差別的な対応や意識ですね、こういったことを含めてやはりこの、管理団体に対する厳しい調査と指導、これ多分全くやってない感じがするんですが、これどういうふうにやっていくおつもりなのか。で本来管理する技能実習機構 OTIT ですね、これに対してもしっかりとした調査ができてないんじゃないかという話が出ています。この管理団体の在り方、そして技能実習機構の在り方、妊娠出産に対する対応、大臣としてどう取り組むべきと思うか、ご意見をお願いいたします。はい、まずその個別のコメントをすることは差し控えたいと思います。その上でこの技能実習制度の在り方についてはですね、さまざまいろんなご指摘やご意見があるということは私自身よく承知をいたしております。そこでご案内のとおり、この法務省内にですね、特定技能実習制度に係る法務大臣勉強会というものを設置をいたしまして、今幅広くこの各界の意見をお聞きしたりするなどですね、今この論点について進めているところでございます。でこのようにこの状況をさまざまなご意見もしっかりこの幅広く虚心短会にお聞きしながら、あるべき制度の姿となるようにですね、でこれはもう普段の努力をしていく、そういう私の姿勢に変わりはございません。